いた状況で吉田正尚を迎えます。まあ、ここはもう深刻でしょう。深刻ですね、はい、もう当然そうなりますよね、今日は長打2本ともにタイムリットです。いや、それは勝負してくれればありがたいですけどね、はい、キルシマルがやはり出ますかね。申告敬遠を選択します。これはもう必ずそうなりますよね、はい、やはり杉本宗の勝負になってきます。そういうことですね、はい、だから中島監督もそれを分かってて、はい、送りバントさせたわけですから、もう杉本に期待してるぞってことですよ、さあそして中島監督が出ました。うん、まあダイソーですね。ここで石岡亮太を使います。ああなるほどね、今日からオリックスの一員となりました石岡です。バッターで見たかったですけどね、まあスピードある選手でもありますもんね。もうここは本当のこと言うと、あの二塁ランナーだけでいいんですよね。昨日トレードをつけられて後藤俊太とトレード、そして今日ここ神戸故郷で記者会見を行って、まだユニフォームは間に合っていません。